吉宗評判記暴れん坊将軍。新宿は甲州街道と青梅街道の分岐点に位置し、江戸の西の関門として急速に発展を遂げていた新しい宿場町である。江戸町奉行の管轄外で関東代官の支配下にあった新宿代官坂田善右衛門は、吉宗が異例の大抜擢をした手代上がりの好人物である。おはようございます。おはよう。元気かね。ん、寒いから風邪ひかんようにな。いやいや、旦那様、元気かな。ありがとう。なんだ。お侍は夫婦揃って歩くなんてしないものだと聞いております。少し離れて歩きましょうか。いや、かまわんかまわん。別に悪いことしてるわけじゃなし、並んで歩こうな。恥ずかしがることはない。むしろもうちょっと近寄った方が良いな、これ。お料理。何かさ、なかなかいいことで、これくれくれ。それじゃあ、私ここで買い物して帰りますから。ああ、そうか、よしよし、行ってらっしゃい。ああ、行ってくるぞ。父上、行ってらっしゃい。おはよう。おはよう。いや、こりゃひどいな。人情は暑いし、住みよいいい町だけど、この空っ風だけは平行じゃな、これ。参ったな、これ。おはよう。おはよう。ああ、おはよう。いや、ひどいもんだね。役宅から声来る間にも体中ジャリジャリだよ。おまけに街道筋はバフンが多いから、それが乾いてホコリと一緒になって、もうなおひどいよ、これ。昔のわしならな、朝ね、朝だけ朝湯が大好きで、早速一風呂というとこじゃけど、そうはいかんしな。あ、その風呂でございますが、ちょうどあの男が先刻から待っております。ん、三蔵と申す者で、実は宿場で風呂屋を開業いたしたいと存じております。ん、うん、そこではなんじゃ、もっと上がってきなさい。さあ、どうも。はい、恐れ入ります。近く近く。失礼をいたします。風呂屋じゃと。はい、宿場の人々の難儀を見るに見かねまして、うん、いやー、一日の仕事を終え、疲れた体を癒し、明日の活力を養うにはもう何よりと存じますが。うん、身も心もさっぱりするしな。それに一軒一軒が内風呂作ったんでは不経済だし、一つにまとめれば火事の心配はいらん。ではお許しいただけますんで。宿場の人たちのためになることを代官も反対せんよ。ありがとうございます。ただしじゃ、健全第一、安くて清潔な風呂屋を作ってくれよ。はいはい、そりゃあもう固くお約束いたしますでございます。これがその図面でございまして、うん、ぜひご覧になってくださいませ。おお、どれどれ、どうぞ。ほう、こりゃ立派なもんじゃな。みんなも喜ぶであろう。これで新宿は一段と健全で住みよい町になるぞ。うん。吉宗による幕閣人事の刷新は着々と進んでいた。家柄格式に寄りかかり、院順姑息、無能な重臣は退けられ、新進気鋭の人材がこれに変わっていた。だが、これに対し、いわゆる実力者の間から大きな不満の声が起こった。その中心となったのは、老中堀田山城守である。
私は反対でございます。すべての心ある大名は憂えております。単なる新しもの好きやお先っ走りだけで天下の祭りごとはできません。黙らっしゃい。上様に向かって言葉が過ぎようぞ。かまん、意見は聞こう。遠慮なく申せ。は、未熟なる青二歳どもに老中若年寄りの重責が果たせますものや、どうか今一度お考え直しのほどを願います。年功序列、家柄の重視、長く続いたしきたりにはそれなりに良いものがござりまする。だが水は淀めば腐る。わしは祭りごとに新しい風を吹き込みたいのだ。もし若さゆえの未熟があればそれを補い助けるのがその方たちの務めであろう。それとも堀田殿は上様のご方針には協力できぬと申されるか。そうは申しません。ご政道に過ちがあればそれを正すのが筆頭老中、すなわちそれがしの役目でござる。わかった。もうよい、下がれ。は。古田の決め。しかし上様、反対の火の手もだいぶ盛んになったようでございますな。百年にもわたって溜まってきた膿を出そうというのだ。抵抗があって当たり前だが、じい、俺はやり抜くつもりだ。ああ、おやりなさりませ。上様の思い通りに。ああ、このじいはもうあまりお役には立ちませぬが、上様のお仕事はまだまだこれからでござりまする。このままでは我らの首までが危うくなる。座れなりた老中の座をむざむざ明け渡されるか。その通りだ。かといってまさか上様を追い落とすこともできまい。堀田殿、いかがなされるご所存じゃ。要は上様の取られた新しい人事が失敗だったことになれば、それで祭りごとというものが理想だけでできぬということにお気がつかれるであろう。なるほど。だが残念ながら今まで任命された若年寄り、勘定奉行、町奉行、いずれも指たるおちではない。一人だけおるではないか。確か何とやら申した、新宿代官。うん、上様のお声がかりで異例な抜擢を受けたというあのすっとんきょうな男。いや、標本にもある。敵の陣の一番弱いところをつけとな。大場十兵衛いるか。あ、これに。新宿はどうなっておる。あ、すでに手間打ってございます。なんじゃ、男が慌てるな。落ち着け。お大官、大変でございます。おい、これなんか面白い話ねえかな。おい、そうだ、面白いことって言えやよ。新宿に困った船ができたってね。おお、聞いた聞いた。僕らが頃ってんだ。そうそうそう、めっぽう素晴らしい湯名をされてよ。若くて別品で、切れそうで、それにはこの辺りでガバッと抜くだけ、それがたまんのねえな。むっちゃくちゃ、お前がかゆいところへ手が届くようにあたってくれるから。おお、福岡、ああ、極楽みてえだから預けて極楽もらってんだよ。行こう。あ、行こう。関取、なんでお前たちもどこ行こうってんだい。隠したってちゃんと知ってんだからね。分かってんなら引くことはねえでしょう。おかみさんには用のねえところですよ。まったく男ってのはどうしてこういやらしいんだろうね。つねけん、なんでお前たちも若くて別品でムチムチっとしてて、はち切れそうだなんて、まるで私のこと言ってるようじゃない。そんなつもりじゃねえ。女ってのはどうしてこう
うぬぼれが強いかね。おたまに。あら、シンさん。にぎやかだな。おいいところに来た。面白い場所案内するぜ。なあ、ダメ。シンさん、そういうとこ行っちゃダメ。なんだ、どうしたんだ一体。新宿にね、可愛い女の子を揃えた筆ができたんです。体の隅々まで洗ってくれてね。湯から上がって2階上がるって言った。ちょっとお兄さん、一杯どうぞ。もちゃんと。おい、少しぐらいいいだろ。いやー、なに、いいじゃねえか、これ。まあ、このお兄さんったらスケビーやねえ。新宿にそんないかがわしい店は？そりゃおかしいな。何かの間違いじゃないのか。いえ、本当らしいですよ。今日店開きなんですけどね。まったく、あのお代官は一体何してるんだろうね。ダメよ、新さん。絶対行っちゃダメ。だがどうも気になる。関取、連れてってくれ。よし、全は急げだ。遊びのことは俺に任しといてくれ。ただし、勘定はそっちへ任したよ。困ったもんだよね、こんなの作られちゃう。うちのスケベなんか一番乗りだよ。なんという…おー、これだぜ！くっ、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 いや、ですがあの時お代官様は、風呂屋ができるのは結構なことだと。こんなはずじゃないから、わしは結構だと言ったんだ。わしの持っていたのは、もっと普通の気軽に、誰もが子供連れで入れるような風呂だと思ったからだ。こんないかがわしい店なら許す道理がない。困りますなぁ、今さらそんなことをおっしゃいまして。ええー、許さん。とにかく許可は取り消しだ。明日中にこの店取り壊せ。何か、ちょっとだ。どうしたんだよ。そうだな、やめることはない。おばさま、僕で話せ。すごいね、おい。いずれあやめにかきつばたってよりも、おい、新宿名物、大根に芋にかぼちゃの大安売りだよ。なんだね、この通りこれ。おいおい、偉い豊島もいるな。狂ったよ、お前。お、いい女だね。あんた、なんてのお飽きてんです。よし、あんた、決めた。おい、しのじ、風呂入ろうぜ。いや、俺はいいよ。おい、ここまで来て、やぼ言うなよ、おい。そういうわけじゃないんだが、ちょっと風邪気味なんだ。あ、おわき、出てきて。おい、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 そらないよ、お前。あ、いるねえの、おい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 、おめえは借金の方に岡場所に売られて、そこからこっちへ回されてきたんだったな。身の代金はいくらだ。20両ですよ。それを払ってやろうっておっしゃるんですか。逆さん、こんなとこへ入ってこられちゃ困りますよ。お店はあっちですよ。いや、川屋へ行こうと思ってな。川屋もあっちか。そうか、すまんな。ごめんくださいまし。まあ、奥様、いつぞやは大層ご厄介をおかけいたしました。とんでもない。さ、どうぞ。今日は頭はおいでですか。あ、あいにくしばらく留守なんですよ。では、もしかしたら徳田様が。そのことなんですけどね、新さん今朝から新宿の方へ。あ、何ですか、また大変なんですってね。
主人は宿場の方たちのためにと思ってしたんですが、とんだ間違いになってしまったんです。ご好意に甘えてばかりで心苦しいんですが、他に相談する方もございませんし。それはご心配ですね。でも新さんで頼りになるかしら。おお、関取どうだった。誰だろう。バカ、相手見てもね。ちょっと新さんどうしたんだよ。あんなヤブで見たことねえよ。せっかく新宿まで行ったってのに女には見向きもしねえ。本当？あれじゃまるで見回りが敵の様子でも探りに行ったようなもんだよ。そうかい、新さん遊びに行ったんじゃなかったのかい。はい、よかった。やっぱり新さんだわ。あたし信じてたのよね。今朝は泣きべそ帰ってたくせに。そんなわけなんですよ、新さんきっと頼りになりますよ。上様。大官所への届けは三蔵という名前になっておりましたが、それは表向きで、本当の主人は弁天の八五郎というヤクザの親分です。あの男がそうか。お会いになったのですか。それにはっきりとは見えなかったが、侍がいたようだ。ただの用心棒かもしれんが、新宿から根絶やしにしたはずのヤクザどもがまた盛り返してきたのですが。ユナを抱えた風呂は禁制になっておる。お前の力で一挙に潰すことはできようが、はあ、しかしそれでは坂田代官の失敗は失敗として残ることになりますが、ここはやはり坂田が自分の手で始末をつけるのが当人のためにも一番の方法かと存じますが、あの男をうまく切り抜けてくれるとよいが。お前がしかしろよ。頼みます。これじゃ新宿も元のようにヤクザでいっぱいになりますよ。お願いします、お願いします。大変だ、お願いします。おい、誰もおらんのか。大丈夫か。おい、しっかりしろ。怪我はないか。おい、水。ん？水をください。水か。よしよし、今持ってきてやる。そこに。お？あれは酒じゃが。あれでいいのか。よし。しつけには帰ってこれが効くかもしれんな。あの、大丈夫か。しかしお前、どうしてこんな目にあったんだ。昨日稼ぎが悪いって言ってご飯を食べさせてもらえなくて、あんまり辛いんでお役人に訴え出ようと思って逃げ出したの、見つかってしまったんです。かわいそうにな。何が極楽風呂だ。それじゃまるで地獄風呂じゃないか。この店の男たちはヤクザなんです。私の他にも門若氏同然に売られてきて泣いてる女がたくさんいます。そうか、きっと助けてやる。もう一杯ください。ああ、そうか、よしよし。あ、元気を出せ。辛かったことであろうな。あ、よしよし。すいません。お代官様、一杯いかがですか。わしも、いや、いかんか。そんなことはできん。すぐにわしは酒を控えてある。どうした？苦しいのか？苦しいのか？しっかりしろ。え？どこだ？ここ。どこ？そこが。いや、それはいかん。ちょっと、何？そんな。おい、それは怖い。ちょっと。わしは、あの、いや、お大官様だけが頼りだろ。もっと優しくして。あたしを離さないで。いかん、あそこ。お大官様、母上、父上は大丈夫でしょうか。そう、
代官、ゆっくりお楽しみいただけましたかい。あ、いや、じゃあ、いや、これ、逆に、これは、違う。どうだい、皆の衆、俺たちとお代官はこういう間柄なんだ。つうといやか、つまり切っても切れねえ長ってわけだ。え、この店にはな、お代官の後ろ盾があるってもんだ。坂田様は買収されていなすったんだ。違う、それは誤解じゃよ。違うよ、違うんだよ、違う。まあ、お代官、今後ともよろしくお願いいたしますぜ。あんな代官とは思わなかったよ。大官はまんまと罠にはめられました。それがなんだ、あの大官毎日家見たりだってんですから。呆れ系って物も言えません。お前たち、極楽風呂行ったね。いけねえ。あ、いやいやいや、あのお大官が気になったもんですからね、ちょっと様子見に行っただけなんです。ごまかしてもダメだよ。だけど奥様ずいぶん心配でしょうね。よし、私が行ってね、首に縄をつけても引っ張って帰ってくるからね。おかみさん、お許しなさいよ。無駄だよ、おかみさん。遊び慣れねえもんが一旦思い詰めるとそうなるんだよ。私奥様にあんなに受け合ったんだよ。顔は立たないじゃないか。まあ、熱が冷めるのを待つより手はねえよ。お前も踊れよ。なんでお前酒飲んだ方がいいんだ。よしよし。あら、おい、酒ないぞ。おい、私が持ってきますわ。そうだ、じゃんじゃん持っていてくれ。本当にクビになるんですか。え、まあ仕方がないよ。今さらくよくよしても始まらんわい。同じ首になるなら踊らにゃ損損、遊ばにゃ損損じゃ。おい、こんなところで何をしてる。いえ、ちょっと頭が痛かったものですから。おい、酒はまだか。酒は。はい、ただいま。お待ちください。来たか。よしよし、沢木、もっと飲め。え、ほら、ほら、どんどん飲むよ、お前。わしがクビになったら、お前と一緒にここで働くか。いい、お代官様、いいご機嫌で。いや、もう、よろしゅう頼みますぞ。わし、ほんまに面倒見てくれるんでしょうな。おお、いいですとも。いつでも引き取りますよ。そうやさん、いっぱい。これありがたいな。大官が何だってんじゃ。なあ、こうなったら矢でも鉄砲でも持ってこいっちゅうんだよ。よし、わしもっと騒ぐ。なあ、おい、おい、もっと騒ぐ。早くんじゃよ。あの、誰持っていてるんだ。いや、わしが変わったと見せてやる。ほら、行こう。いいか、今よいか。行くぞ。ほら。you
ちょいと薬が効きすぎましたかね。これでいいんだよ。坂田代官、4日目、他に特に変わったことなし。4日も通い詰めとは全くもって言語道断。開いた口が塞がりませぬわ。あの代官だけは上様のお眼鏡違いだったかもしれません。俺が坂田に求めたことは、型にはまった祭りごとに人間らしい温かい血を通わせることだった。ああ、上様のこのようなお気持ちも知らず、あいつめが。お代官様。ね、起きて。もうしまうんです。しまう？でもそんな時刻か。奥様が心配してらっしゃいます。そっか、帰ってするか。今日はよく飲んでよく踊ったな。しかし昼間からじゃから、ちょっと今日飲みすぎたわ。またしてくるな。いや、もう来ないでください。辛いんです、私なんかのために。本当にもう来ないでください。じゃあお休み。寒いから風邪ひかんようにな。久しぶりだな。新さん、あんたには幸せる顔がない。ほんまに自分ながらダメな男だと嫌になっておる。心配してたんだ。すまん。とにかく中入ってくれ。おため、おい、帰ってきたぞ。さあ新さん、どんどんやってくれ。いやいや、わしはいい。もうわしはもう飲めんのじゃ。あんな、わしの嫌な噂は嫌というほど聞いとんのに、これは一向に驚かん。坂田さん、何か探っていたんですね。いや、それほどはっきりしたもんじゃないんだが、実はな。町の人に合わせる顔がないな。裏口から行こう。いや、おかげさまをもちましてうまく参りました。ま、せいぜい稼げ。大船に乗ったつもりでな。ええ、どうか御前様によろしく。御前様、何のこっちゃか。その御前様というのがどうも気になってな。御前様、そんな大物が陰で糸を引いとるとなると、これはただの風呂屋騒ぎじゃないな。どうもわしのような雑魚が狙いじゃなさそうだし、その先がわからんのじゃ。坂田さん、ちょっと用事を思い出した。失礼する。村へ帰るのか。はい、お代官様を丸め込めば返してやると。そういう約束だったな。
命を散らすのを黙って見過ごすことはできん。何奴だ。通りすがりの風来坊。しかし恐ろしい奴らだ。今まで利用したお前を口を塞ぐために平気で殺そうとする。まさかお代官様も。それは分からんが、このままでは坂田さんは破滅するんだ。だがお前が幸せになったと知れば満足するだろう。あの人はそういう男だ。城の神の屋敷へ。はい。坂田が深入りをすると危ないかもしれん。くれぐれも目を離すな。ありがとうございます。またどうぞ。また来させてもらうよ。お前店辞めて田舎へ戻ったんじゃなかったのか。お詫びが言いたくて戻ってきたんです。私お代官様騙してたんです。身代金を帳消しにして自由にしてやるって言われて。いやもういいよそのことは。お前も苦しかったんだろうな。騙されるより騙す方がどんなに辛いことか。お代官様。なあ脇、それよりお前知ってたら教えてくれんか。御前様という名前聞いたことないか。御前様。そうだったのかい。よくもとぼけた芝居で騙しやがったな。くそそんなことして御前様に叱られないかな。なんだと。御前様にはまた違った別の思惑が終わりじゃないのかな。え、何、わしのことを勘づかれたと。バカ者。申し訳ございません。やむを得ません。切りましょう。だがそれではわしたちの目論みが果たせ。そうじゃ、心中の天によそごんじゃ。代官が極楽風呂の女に溺れついに心中。これなら一段と恥を天下にさらすことになるであろう。なるほど、それは妙案ですな。直ちに取り計らえ。あ、え、ごめんなさい。すみません、私のためにこんなことになってしまって。いや、あんた謝ることはない。謝るのはわしの方なんじゃ。もともと種をまいたのはわしなんじゃから。しかし困るな、心中というのは外分が悪いもんな。大地わしを代官になさった上様に傷がつく。上様に対して申し訳ない。上様、直ちに坂田を罷免なされませ。聞くところによりますると、公儀ご禁制にもかかわらず湯名を抱えた風呂屋を開業いたし、お松さえ代官自らも入り浸って職務を放棄、いや遊びほうけておるとのことで。さようか。それのみではござりません。
坂田は卑しい女に溺れ共に手を取って失踪、姿を隠したとの噂にござります。坂田が女と、もし万一心中でも図れば何と召される。世上重臣の軽蔑を買い、ご政道の御ためにも由々しき一大。これは取りも直さず、恐れながら上様の行き過ぎた人材登用、その誤りの成果と存じられます。なるほど、そうかもしれん。代官の失態はそれを選んだ世の責任だ。幕閣重臣の任命につき、さらに改めてお考えくださりまするように、もしその方たちの言うことがまことであれば、それもやむを得まい。上様、坂田代官の処置、即刻ご決断のほど。これなんじゃ。じい、これ持て。駐在たす。その方たちはそのまま待っていいよ。正体を突き止めずに死ぬのは残念だけど、仕方がないわい。待ってくれ。お種、庄助、許せ。侍ども、そして宿場の平安を乱す無頼の輩、一人も容赦はせん。かかってまいれ。やろうぞ。やっちまえ。様、この和気をはじめ女たちをよろしくお願いいたします。承知した。いや、しかし坂田さん、とうとうやりましたな。敵に買収されたと見せて逆に相手の懐に飛び込む。いや、立派です。大石蔵之助が平方の目を欺いた苦心の遊興、それにも劣らぬ戦略ですな。やっぱり俺たちのお代官様は偉かったんだ。わしはそんな大それた男じゃない。いや、本題と同じ人を胴上げしろ。上様はいつまでお待たせになるおつもりか。
田山城、石川和江、飯沼丹波、その方ら四世無頼の輩と通じ代官坂田善右衛門を陥れんとしたこと相分かっておる。すでにその者どもは坂田の手柄で一人残らず召し取ったぞ。え、坂田？その通りだ。その方らが心中と見せかけ殺さんとした坂田善右衛門だ。助八、おその。反対ならば何故正々堂々と立ち向かわぬ。卑怯陰険な策謀は世の何よりも嫌うところ。見損のうたぞ。恐れ入りましてございます。堀田山城、いささかなりとも恥を知る武士ならば潔く身を処する方があろう。石川和江、飯沼丹波、その方ら老中若年寄りの職を免じ領地半減国替えを命ずる。立ちませ。上様。心の優しい子だったな。今頃はどうしてるかな。まあ大丈夫だろう。田舎へ戻って幸せに暮らしてることじゃろうな。しかしいい子だった。いかんいかん、わしには女房も子供もおる。それに仕事もある。いかん。しかしいい子だったな。お秋さんか。あなた、どうかなさったんですか。かわいい。いやいや、何でもない。何でもありませんぞ。行ってまいる。ああ、だったこれ。あ、これはいかん。では行ってくるぞ。行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。行ってくるぞ。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。さあさあ、俺もっとこ、俺もっと、もっともっと。たかが紙切れ一枚で人が死に、かなりの大店が姿を消す。恐ろしゅうござりまするな。下野屋さんはてめえで勝手に死んだんだ。下野屋は
他殺の疑いがございます。殺してから自害に見せかけたようでございます。助八、すぐに八王子へ飛べ。代官所の周辺を洗うんだ。お前の掘った瓦版が死ぬまで追い詰めた。どうしよう。もしお父っつぁんが人殺しに関わりがあったとしたら。おのれ、俺の命、天下万民のためならいつでも捨てる覚悟、かかってこい。次回、生かす殺すは筆一本にご期待ください。